金松博士から1952年6月28日は、明治末期から昭和初期にかけて活動した日本の政治家、実業家。岐阜県出身。内務省管理や軍長などを経て、政界入りし1903年から1908年まで衆議院議員を務める。その後実業家に転身して、主として東海地方の電力業界で活動し、 1930年代には、豊田式食器社長を務めた。金松博氏は、万、ま、円元年12月28日、美濃国鴨茂群の農家、金松昌介の長男として生まれた。第三洋文化の漢学者、村瀬乙太氏が、木曽川大岸の犬山にて開いていた私塾にて学ぶ。21歳の時、郷里の古町に選ばれた。古町から、軍書記、ついで、 岐阜県属官となり、さらに中央に出て内務省属官を経て、通月と務省が発足するとその事務官に転ずる。その後台湾における鉄道建設計画に参加し実業会進出を志すが、計画自体が頓挫したため方向を転じ、佐賀県へ赴任して佐賀軍の軍長に就任した。在任期間は1899年1月から、 同年12月までの1年間であった。軍長退任後九州における炭鉱事業の計画に参加するが、これも流れたため実業会入りを再び断念。その後1903年3月の第8回衆議院議員総選挙に際し、佐賀県軍部選挙区から無所属で立候補して当選、衆議院議員となった。翌年の第9回総選挙では、 出身地の岐阜県軍部選挙区に倉がいして二度目の当選を果たす。議員在任中、日露戦争開戦前は退路同士会に参加し、開戦後は日本軍向けのタバコ輸出事業を思いつき利益を上げたという。1908年3月人気満了となる。名古屋電力が着工、名古屋電灯が完成させた八尾発電所地元の岐阜県加茂郡では、 金松が衆議院議員となる前から基礎側を利用する水力発電計画が持ち上がっており、1897年に最初の水利検出願がなされていた。この計画はその後しばらく停滞していたが、計画を有利であると判断した金松が参入してから実現に向けて動き出す。まず金松は同じ岐阜県出身で、在京の実業家、岩田作兵らを計画に誘い、ついで、 名古屋を訪れて当時名古屋商業会議所会頭の奥田正から名古屋財界の協力を得た。推理権許可後の1906年2月、東京、名古屋の実業家の出資によって、資本金500万円にて、名古屋電力株式会社が発足、奥田正香が社長に就任し、金松は取締役の一人となった。名古屋電力は1908年1月、 鴨郡八ンヤ町において、八王子発電所の建設に着手する。発電所出力は1万キロワットで、発生電力を名古屋方面へ送電する計画であった。その名古屋では、旧オアリ藩の氏族が中心となって設立した名古屋電灯が1889年に開業し、以来電気の供給を行っていたが、新興の名古屋電力と在来の名古屋電灯では、 発電所の規模と会社の規模のどちらも名古屋電力が勝っていた。しかし、名古屋電力は難工事による工事費の増大と日露戦争後の不況によって資金不足に陥ってしまう。名古屋電灯側では名古屋電力との不利な競争を未然に防ぐべく常務取締役となったばかりの実業家、福沢桃介が中心となって、 名古屋電力の合併に向けて動き出し、その結果1910年10月に両社の合併が成立した。合併後の11月、金松は名古屋電灯の取締役に選任され、直後に福沢と交代して同社常務に就任した。名古屋電力設立を契機として、金松は奥田正香に接近、以降しばらく奥田の元で活動することとなり、奥田福祉の実業家、 四天皇の一人となった。具体的には、1908年1月に奥田が理事長を務める名古屋株式取引所の理事となり、翌年3月には株式取引所を代表して商業会議所の議員となって奥田の補佐役となった。なお、四天皇のうち、 鈴木や加藤野は財界の制度を行くようなタイプであったが、金松や安藤は裏道を通って仕事をする黒幕の人といったタイプであったという。その他知多半島における鉄道敷設計画に岩田作兵らと参加し、1910年11月に発足した愛知電気鉄道の取締役にも就任した。名古屋電力が着工した八王子発電所は、 名古屋伝統によって1911年10月に完成した。しかし工事費の負担と過大な発電力が重荷となり、完成以降同社の業績は悪化してしまう。経営が悪化するにつれて、経営陣に対する株主の不満が高まり、金松ともう一人の常務、三浦恵民は1912年6月常務辞任に追い込まれた。常務辞任の翌1913年。 金松は遊拐の移転に絡む地獄事件により起訴された。検察によると容疑は以下の通り。裁判の結果、1913年12月に金松は懲役1年6ヶ月の判決を言い渡されたが、翌1914年6月の控訴審では判決は無罪となっている。だが1913年11月に事件のため、 愛知電気鉄道取締役を辞任、翌年12月には、名古屋伝統取締役からも退いた。また事件に関係した、深野知事や奥田雅香、安藤俊幸らも以後没落した。福沢桃介名古屋伝統では、蒸気疑惑事件に関与していた、元名古屋市長の加藤重三郎が1911年より、社長であったが、事件後は常務に復帰していた、福沢桃介が、 社長代理となり、1914年12月には社長に就任した。義国事件関係者には没落した人物が多かったものの、金松は福沢参加の人物として復活を果たす。1918年12月、関西役として名古屋伝統に復帰したのである。その後取締役に転じ、1921年10月に名古屋伝統が 関西水力電機に合併されて、関西電機となった後も引き続き取締役を務めたが、同年12月福沢が社長を退任するに及んで、金松も取締役を辞任した。1921年3月、岐阜県を流れるネオ川における水力開発を目的に、資本金300万円で納費電機が設立されると、その専務取締役に就任する。同社は、 福沢桃介系の会社で、後に金松が社長となっている。同社は1923年3月に長島発電所を建設し、地元や東方電力への供給を開始。ついで金松が社長を兼ねる、冒険会社大白川電力を通じて、岐阜県北部小川水系の大白川の開発に着手し、平瀬発電所を建設した。 農費電機は1928年7月、三重県や徳島県に供給区域を持つ電力会社三重合同電機と合併する。金松は同年8月30合同電機の副社長に就任し、合同電機への社名変更を挟んで1930年7月まで在職した。1929年10月、68歳の金松は名古屋の食器メーカー。 トヨタ式食器株式会社の社長に迎えられた。豊田式食器というのは、発明家、豊田佐吉の公安に係る動力食器を製造・販売するため、三井物産が中心となり東京、大阪、名古屋の実業家に呼びかけて1907年に設立した食器メーカーである。名古屋からは奥田雅さかも参加し、取締役となっていた。1929年4月、 設立以来社長を務めてきた谷口不三ぞが死去し、暫定的に取締役の土屋富五郎が昇格していたが、事業の重要性と対外関係を考慮して新社長を迎えることとなった。その際社長に選ばれたのが金松である。社長就任直後、世界恐慌が日本にも波及して、食器の受注は不振となるが、1931年以降は、 為替相場の下落から輸出が活発化したのに伴い受注は増加に転じ増産に追われた。一方で輸入が極端に減少し国内メーカーの競争が激しくなったことから1932年8月社内に研究部を設置し業務の刷新を図っている。こうした中で金松は恒例にもかかわらず毎日出社し事業の陣頭に立った。豊田式食器は 満州事変勃発後の1932年9月、愛知県知事の圧戦により、陸軍造兵省名古屋交渉から手榴弾を受注し、兵器生産にも乗り出す。1936年9月には、研究部門であった、金城工業を軍需産業に転換し、昭和重工業株式会社とした。同年1ヶ月にわたって、中国や満州国を視察している。 1940年4月、金松は豊田式食器、昭和重工業社長を共に辞任した。戦後1952年6月28日死去、満91歳没。豊田式食器は自社製、零四食器の実験場とすべく、1937年6月、日本工綿棒石株式会社を名古屋市に設立した。社長は金松が兼任。 宝石工場は、金松の郷里である、坂堀木村に建設され、翌1938年6月より、04糸の生産を開始した。この日本港綿宝石は、太平洋戦争下の企業再編で1943年4月に、足利宝石へと吸収され、ついで10月には、クレハ宝石に合併された。戦後に、クレハ石が、東洋石と合併したことで、 旧日本高面宝石の工場は東洋宝石坂穂木工場となったが繊維不況のため1975年7月末に閉鎖。工場跡地には当時工場の移転先を探していた自動車メーカーの東洋工機が進出し、1976年4月、同社坂穂木工場が創業を開始している。本県とは直接の関係はないが、 大須遊郭の移転が立ち消えになった稲江神殿にも、その後、厚田天馬町にあった別の遊郭が移転する形で遊郭が設置されている。ありがとうございます。